笑い芸人宮迫博之51の大炎上が止まらない。雨上がり決死隊解散後、千原ジュニアから長い付き合いの相方を切り捨ててあってに3日の YouTuber ヒカルを選ぶんかいと苦言を呈されたことに、宮迫は人との関係とは年数なのかな、その関係を知らずにそういう風にヒカルくんのことを言うやつは俺はちょっと納得いかへんなと反論し、大ブーイングが巻き起こった。顔が変わった宮迫とトークするヒカル、さらにその後できることならお金儲けもしたい、散々お金儲けして地目で隠居したい、本当のこと言うとねと堂々と緊張け宣言し、またまた炎上した。すっかり嫌われ者となってしまった宮迫を取り巻く環境はほんの一握りの味方とコメント欄で応援の声を上げる一部のファン、そしてその他体制のアンチという状況。芸能関係者、あまりにも厳しい状態だが、意外にも宮迫はラッキーぐらいに思っている。全道全く気にしていないというのだ。これまで宮迫はお金を表す擬音を使い、チャ・リンさんなどとアンチにあだ名をつけてきた。疲れていようが嫌われていようが、グッドだろうがバッドだろうが、どうが再生回数を増やしてくれるのならば、どっちでもいいということです。これ以上好感度は上がることはないので、アンチでも自分の動画を見てくれることに感謝している。全道をある意味で悟りを開いたような心境なのだという。芸能人は忘れ去られることが一番の損失という声もある。金儲け宣言した宮迫にとっては、いやは出るのも仕事の一つということか。東京スポーツ。